ではスライム実験を始めたいと思います。成功するかな。ねえ、まずですね、水と洗濯の量同じ分量、同じ分量をちょっと分かんないけど測って入れてます。測りました本当に。測ったよ、これ150入れて150、じゃあこっちも150、はい、すごい量になっちゃったじゃあこれをさ、一回さ、半分にしようよ、ね、どうこの量のスライムでこんななっちゃうんだけど上、上、おうまい、バタバタだよ。ビシビシ。すごい、ホーサー。あ、ホーサー？お湯が来てる。どんぐらい？どんぐらいですか？多分、こんぐらい入れた。どれぐらいそれ？で、まずこれね、先に入れる。ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。あ、もう固まっちゃった、もう固まっちゃった、やばいやばい、ズルズルなんですけど、ねえ、見て、こんな投げて、こんな投げたんだけど、ちょっと違うんじゃない、これあ、いいかも、いいかも、あ、でもなんか伸びって感じじゃないかも、あー、ノーマルスライムだね、ちょっとなんかこうさ、ブチって感じ、あーほら、あーだから硬いんじゃない、ちょっとちょっと強かった、うんあれあれあれ、出てるよすごい、いい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 、えい、半量いっちゃうぜ、はい、いやどうなんのこれ、頑張って、でもすごい、すごくない、すごくない、何それ、鈴木先生、わー忙しいんだ今、ちょっと一瞬来てください、何それスライムだ、わかんない、餅みたいなの出てやる、ほらもうこれなんかさ、いい顔でこれ分量合ってんの、わかんない、わかんない、だってお前指からなんか出てるじゃん鼻水が、弱みが正解だね、うん、分量は分かんないままです、あ、やばい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 、嘘でしょ、全然違うんだけど、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい、この子とデジ、この子はなんかパックみたいだもん、ほらほらこれはこれでいいんだけどさ、なんて言うんだろうスライムじゃない、スライムじゃないんだよ、これまだ想像なのよ、面白いね、あ、すごい気持ちいい、気持ちいい、あ、すごい気持ちよさそう、え、すごい気持ちいい、なんか違うものですよね、これは、うん、スライムじゃないよ、ね、こっちこっち、あ、違う、これは全然違う、全然違う、ちょっと出してみな、え、めっちゃ硬い、硬い、こっち、これだわ、気持ちいい、それずっと触って、あ、スライム嫌いなんだもんね、あ、あ、あ、すごいついちゃった、なにこれ、なにこれ、失敗作だよ、なによ、スライムとスライム、もう取って、もう自分で取ったよ、なによ、全然固まんない。全然固まんない。あ、ちょっとだけしか固まんない。名前。あ、来た。入れすぎたかもしれないけど来た。来た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 。
急に固まった。来たかもしんない。来た。怖い。スライムの魔術師と呼んでください。私を急にちょうどいいのに。何かもわかんないのに。完璧なのが急にできた。入りました。おお、なんか楽しい。もう楽しい。これです。おー、え、待って、色がついたらわらび餅みたい。わらび餅ができた。あー、こっちすごい。あ、でも砂の感じさ、そう、なんかところどころザラザラがね、なくもないよね。あ、伸びる。え、ゆっくりやったらいいよ。すごい楽しい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいわ、これは成功だね。うわ、やっぱこれだ。皆さん、やっぱりこれです。この紙粘土が一番いいです。おお、すごい。どうなっちゃうの？いい匂いしてる。あー、すごいわ。シャワシャワって感じ。思いっきり入れちゃいます。おお、想像以上。全部いった、全部。すごいいいよ、結構。あ、来ました、から打ちタイム。紙粘土。あれには勝てない。できました。わらび餅が来ました。ちょっと硬いね。普通にさ、色つけるよりさ、これで色つけるのか、うん、かわいいかもしれない。よし、じゃあ完成しました。